えどうもお疲れ様です。今日ね、早速コメントが入っていて、この修二さんって方なんですけども、以前もね、FX に対して結構な思いを込めてね、あのコメント書いてくださってるんですよ。まあ私がまっすぐお答えしようかと思います。まず一つです。公式で勝てるなら事業として会社組織で、えー、儲けて貧乏人を救えできっこないから。まあそうですね。だって、自分で作った利益を社員っていうだけで人に分配するような、そんな投資をする人はいないと思うんで、どうなんですかね。 あの事業として会社組織を作ったとしても、私がやるんだったら、FX で勝ててる人しか社員にしない、それを入社試験にしようと思いますけども、どうなんですかね、FX で勝てない人を社員にするっていうことはありえるのかなと思っちゃいます、だから、できっこないって書いてますけども、その通りだと思いますね、で2つ目、コツコツどかんで命を絶つほどの大負け食らった人のなんとおいことを言って書いてますけどもあの、FX にはロスカットっていうものがあるんですよね。 だから、命を絶つほどの大負けってできないと思うんですよ、単純に考えて、例えばね、証券口座に100万円入れてました、全額失ってもその100万がなくなることなんですよ、でそれで命を絶つってのは、一体何なのかなっていうことと、あと、100万円でもロスカットをね、例えば10%ってかけてたら、10万円なくなった時点で決済が強制的に行われるんで、90万残るんですよ、だから、FX に対する誤解っていうのは、ここはかなり大きいと思いますね。 FX やってて、大負けしても、証券口座に入れてるお金がなくなるだけなんですよね、それでどうやってあの命を絶つほどの大負けになるのかなってことは、例えば人から借りたお金とか、盗んだお金、3000万、5000万とかで負けちゃうと、それは命を絶つほどのことになっちゃいますけども、そもそもそれは FX じゃなくて、それ以前の不正があるってことだと思うんですよね。はいあとね、皆様、FX は絶対やめて、有料株の長期投資が王道。 FX のようなゼロサムゲームは必ず強者に資金をすべて奪われるのよそうそうだから株も同じですよ強い人が買って株のこと全然分かんない人がね適当に買って勝てるようなもんじゃないですようんで株なんてあの個別銘柄とかあるでしょ会社が潰れたら全部なくなるわけですしじゃあ会社の業績が必ず上がるっていう保証はないですよね でしかも、株っていうのは長期で投資すると、確かに勝てる可能性高いんですけども、その30年とか50年の長期投資する余裕があればなんですよね。うん、だから短期的に利益を取ろうと思ったら、株の方はもうちょっと手遅れの方が多いんで、だったら相対的に FX になるのかなと思いますけども、しかもね、FX はやれっていうよりも、商売やんなさいよって話なんですよ。はっ言ってね。商品作って集客して売る。こっちの方がいいですよ。うん、だからそれ以上に FX は難しいですからね。 うん、そこは、やっぱり、あの、書いていらっしゃるように、FX は絶対やめてって書いてますけども、まあ、株も似たようなもんですよね。<laughs> 株の方が高いリスクを包含してますから。うん、だから株でね、あの、財産失ってる人の方が、それは多いですよ。株はゼロになりますし、マイナスにもなりますから、FX はなんないんですよ、うん。だからまあ、進めるとしたらこっちかなと思いますね。で、最後。何でも都合のいいように解釈してるね。まあ、それはね、あの、結果的に、 その業界で利益を上げてる人っていいように解釈しますよね。これ何でもそうだと思いますけども、じゃあスーパーマーケットに就職しました。順調に出世した人は頑張れば出世できるよっていうふうな解釈しか成り立たないと思うんですよ。でも頑張ったんだけども、出世競争に敗れて給料も上がらないし、窓際社員になっちゃって後輩にも追い抜かれたらどういう解釈をするかっていうと、いや自己責任ですっていうふうに綺麗に解釈する人はいなくってね、会社にはめられたとかね、陰謀だとかね。 で、落ちこぼれたやつは一生浮かび上がれないって腐るんじゃないかなと思うんですよ。で、勝つ人は負け分を取ってるだけで、これもその通りなんですよ、うん、さっきのスーパーの例ですけども、どこかのスーパーが売り上げを上げるってことは、ライバル会社が潰れてるってことですからね、うん、お客さんの懐が変わらない限りは、じゃあ、A っていうスーパーで買い物をしていた人がね、B っていうスーパーにの移れば、それは A っていうスーパーは潰れるじゃないですか、それは、うん。だから、その通りなんですよ、本当、書いてある通りです。 ね、皆さんも同じように思うと思いますけども、それから素人が勝ち続けるのは死なんて書いてますけども、も素人じゃ勝てないですよ、素人で勝てる業界ってなんかあるんですか、ね、素人のボクサーがプロのボクシングのリングに上がってどうやって勝つんですか、なぜわからないって、多分分かってると思いますよ、だから素人のままで勝とうとしてるから、その人はダメですよと、ちゃんと、うん、やることやっていきましょうっていうのが、この放送の趣旨ですからね。 だから素人のままで勝ちたい人は私もお勧めしません。素人にも勝てますよって私が言ったとしたらそれは罪作りなんで、えー、ちょっと私も言い方を改めないといけないですけど、と思いますけどもね。プロにならないと勝てませんし、プロになりましょうって話をしてるだけなんですよ。ね、プロになって負け続ける人って言いますかねどうでしょうかということでございます。はい。本当にね、真っ当なコメントですよ、全部。だから私も全て同意してます。えそういう風なね、コメント返信になります。じゃあまた明日お会いしましょう。